今日の茨城の生産者さん、こんにちは。は守谷市にやってきました。こちらでレタスを栽培されている方がいるということで、早速行ってみたいと思います。こんにちは。あ、こんにちは。守谷市でレタスを栽培されている方ですか？はい、横瀬と申します。皆さんこんにちは。アグリフルガキトの横瀬光義です。当農園では米や野菜を栽培しており、農薬や化学肥料を使わない有機栽培を行っています。現在は米およそ 90R、 野菜は 70R で年間50種類ほど栽培し、今の時期はネギや大根、アイスプラントを栽培し、その中でもレタスが旬を迎えています。玉レタスをはじめ、サニーレタス、リーフレタス、ロメインレタスの4種類を栽培しています。基本は生のままサラダや生春巻きの具材として、また焼肉を巻いて食べるとさっぱりといただけます。レタスの中でもサニーレタスは栄養価が高く、ベータカロテンを多く含んでいます。これらの野菜の栽培にはぼかしと呼ばれる米ぬかを使った自家製の肥料や落ち葉堆肥を施しています。少し手間はかかりますが、栄養豊富で美味しく安全な野菜を届けたいと思っています。守谷市で栽培されたレタスをぜひご賞味ください。そうですね、基本的にビニールハウスの中で栽培してますんで、まあ、温度管理ですとか、あとは、まあ、病気とか虫の発生に一番気を使いますね。魚、刺身と組み合わせてカルパッチョ風にレタスをたくさん置いて、その上に魚の刺身的なものを乗せて、そのドレッシングでカルパッチョ風に食べるっていうのが好きですね。これからも安全で美味しい野菜を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。